で、今回は紫式部29の枠で使えるんじゃないのかなみたいなこと言ってたんで、それやっていこうと思います。で、まあ、近畿実装されてからもう数日経ってるんで、クリアモンスターも反映されてるんですけど、なんと紫式部第1位、大丈夫、私最強だからみたいな、もうあの人一人でいいんじゃないですかみたいな状態なんですよ。なんで今回はこの紫式部使ってちょっと乱暴しようと思います。はい。で、これなんですけど、はい、今これ過激前手ついてるから普通にひよこでも通るんですけど、ちょっと気になって全く鍛えてないレベル99紫式部でもいけるのかなって見てきたんですよ。だからそしたらね、そういう紫式部でもね、攻撃通るんですよね。これすごい意外だった。はい。だからそのだからその辺が、まあ、すごい1位になるゆえんなのかなみたいなことを私は思いましたね。はい。で、これで、あ、いや、これ1本だ。なんで、まあ、その辺がすごいいいみたいな。だから多分いいんでしょうね。スピードアップと、あと攻撃アップもこれちゃんとレーザーに反映されるはずなんで、まあ、その辺もすごいいい気がする。はい。だからパワー型だけど、かなりこれいい感じね。はい。じゃあ解説終わり。昨日？昨日じゃないや。土曜日か。土曜日の、鬼滅の刃無限列車編見ました？皆さん。いや、もう多分、この話、日曜日にしたかったけど、やっぱその見てないよっていう人もいそうだから、まあ、今日はやろうと思ったんですよね。はい。で、まあ、多分もう話しても多分ネタバレっていう人、ちょっとごめんなさいね。そしたらバックしてください。で、もうね、ツイッターでも言ったんですけど、もう感情ぐちゃぐちゃになりました。いや、なんでかっていうと、もう感動的な場面で即 CM 挟んできて余韻がぐちゃぐちゃ。しかも挟んでくる CM もすごい悪かったんですよね。まあ、知らない人のために軽く解説すると、その鬼滅の刃の煉獄さんっていうかっちょいい人が、みんな主人公たちを守るために一人で、もう正直勝てなさそうな相手に一人立ち向かうんですよ。で、まあ、頑張って戦った結果、なんとか撃退することはできたんですね。倒せなかったけど。まあ、追い返すことはできたんですよ。ただその代わり、自分は死んじゃったんですよね。で、それを、最後みんなで、まあ、見とるっていう、感動のシーンがあるんですけど、はい。おぉ。まあ、さすがキラモテだけはね。いや、見とるっていうシーンがあるんです。ここで、まあ、みんなで見とられながら、煉獄さんは、お亡くなりになるんですよね。で、その直後、CM に入るんですよ。で、パワープロの鬼滅コラボの CM が入りまして、なんだっけ、よもやよもや、次は高校野球かみたいな。いや、あなた今死んだばっかじゃんみたいな。いや、死んだばっかでそんなこと言わないでみたいな。で、しかも CM で、今まで映画で聞いたこともないのに、わっしょーいみたいな。ホームラン入って、今なら俺もらえるみたいな。最後そんなことも言うんです。いや、そんなこと、感動的な、正直涙もちょっと出そうになっちゃった場面で、そんなこと言われたら、感情ぐちゃぐちゃですよ。いや、もう、最初、あ、CM 入ったところはまだ、うわ、CM のタイミング悪いみたいな。しかも、鬼滅のコラボだし、みたいな。ナレーション戦国さんだし、みたいな。なこと思ったんですけど、そこのワッショイで全て感情を持っていかれましたね。いや、もうワッショイだけはあれ、もう、タイミングマジで良くなかったわ。あれすごいね。多分 CM 前半めちゃくちゃ、入ってたんですよね、序盤に。で、まあ、ツイッターでも、鬼滅の刃、無限列車じゃなくて、もう各駅停車だみたいなこと言われてたんですけど、いや、多分その理由は、後半の、煉獄さんと、敵を撃退、撤退させるまでの戦いがすごい、作画的にも気合い入ってるから、そこを、ノーカットでやりたいがために、序盤にたくさん CM 入れてたみたいな感じだったんですよ。ただ、なんでそこで最後の最後 CM 入れちゃったのみたいな。いや、そこ入れなくてもいいでしょみたいなことはすごい思いましたね。もうエンディングを多少カットしていいから CM 入れればいいじゃんくらい。もう一番最悪のタイミングの序盤の頑張り全部無に帰しましたね。無料クッション。そしたら、あ、そういえば昨日、まあ日曜日私動画出せなかったんですけど、何してたかと言いますと、まあまずモンストやってました。で、あとね、FGO もやってました。あと、ウマ娘もやってました。FGO とウマ娘、今やってるイベントが、もうあと2、3日で終わるんですよね。だから、それをね、まだほぼ手をつけてなかったんで、その辺終わらせなきゃと思って、もう日曜全部使ってひたすらやってたんですよ。ただ、モンストもやらないわけにはいかないんで、明日、重心化実装されて、ちょっと厳選もしてたんですね、ブラフマーとかの。で、
まあその状況をツイッターに出そうかなと思ったぐらいめちゃくちゃへんてこな環境だったんですけど、まず皆さんもイメージしてください。目つぶって、あなた今椅子に座ってます。で、目の前には机があります。で、左手の正面くらいにまずスマホ4つ並べます。全部モンストです。それで今やってるなんだっけ、制限クエストのあれを周回してます。で、右手の正面 FGO 起動してます。ひたすらイベント周回してます。で、さらにそこに目の前にはパソコンのモニターがあります。それ使って馬娘も起動して馬娘の育成もやってます。それをね、もう昨日はひたすらやってましたね。いや、もう頭おかしくなるかと思った。もうで、そしたらちょっとこれを、はい、で、そんな感じの状況でしたね昨日は。だ、すげえ大変だった。まあいい、でこれ倒す。あー、でもあれか、あんまり通ったね。でもなんだかんだで別になんか適当に話しながらでもいけるくらい。まあ29の奥はレーザーのあれだからね、レーザーの設置の仕方と、まあ、ちゃんと弾共有してることを知ってるかどうかぐらいしか気をつけることってないんで。はいはいはい、あ、これ多分倒したでしょ。はい、まあ、それくらいしか気をつけることないもんね。で、そしたらこんな感じで、あ、そういえばあとこれすっかり忘れたんですけど、皆さんモンストのなんだっけ、今度フラッパーあるじゃないですか。で、その前になんか前夜祭だったっけ、あれでなんかいろいろその内部情報というか、その内部のそのクエストの作り方とか BGM の作り方みたいな発表するみたいな話覚えてます？あれ日曜日いっぱいで、締め切りだったんですよね。それより遅かった、それまでに予約しとかなかったら見れませんよみたいな。私それでもう煉獄さんの感動ぶっ壊されたのと、あと煉獄さんの感動ぶっ壊されたので FGO と馬娘とモンストの同時プレイしすぎたのと、あれでめちゃくちゃ忙しかったせいでやらなきゃいけなかったのすっかり忘れてたんですね。もう見れなくなっちゃった。あれどうしよう、誰かあれ誰か YouTube ライブでミラーとかしてくんないのか。いや、それはちょっとなんかさすがに良くないのかな。いや、だからもう見る手段なくなっちゃったんですよね。うわ、どうしよう。タンポポに似たカンデラの作り方、あれ一番見たかったのに。どうやってタンポポ疲れてるのかみたいな、実質疑似体験できるみたいな。いや、どうしような。で、一応ね、なんか運営さんもなんかもしかしたら YouTube のなんかアーカイブじゃなくて動画でなんか切り分けて投稿しますよみたいなこと言ったんで、それちょっと期待します。よろしくお願いします。多分見てるかパネ、よろしく。